はい、まず花柄摘みがですね、この花のですね、例えば切るならば5枚刃を1つつけまして、その下の5枚刃との間のところ、ここら辺で切るとよろしいかと思います。そうしますと、ここのところにあります芽が吹きまして、ここから新たに枝が伸びてきまして、まあつぼみがつく場合もございます。まあ、そこは伸びてみないと分かりませんけれども、はい、大体そういった感じ。